見せる人はいないですよ。私もそうです。自分の全てを見せたくて本当に小出しにしていく、あるいは全然自分を見せないというか、それを他人が見たらどう思うかな、あ、なんかこの人ってなんかつきにくいなとか、なんか話したら怒られそうとか、まあ、例えば、異性、例えば僕だったら女性に対して声が聞けられなかったりとか、その面白いモデルさんみたいな人がいて、なんかこの人本当に綺麗で、なんか声かけたいんだけど、でもなんか声かけてもなんかふんって言われそうだなっていうふうに思って、自分で、他人のことをですね、こう自分、要は相手もそういうふうにガードをして、無意識の中でガードをしてるし、周りの人たちもそのガードを勝手に感じて入ってきてくれないんです。それは多分いろんなスペックがその邪魔してるわけです。美人で身長高くてスタイルのあるモデルさんみたいな人になかなか声をかけられないじゃないですか。だから意外と美人に声をかけるとなんか簡単に付き合っちゃったりするらしいんです。割とこう街行くカップルとか見てるとよく美女と野獣見ますけど、美女と野獣カップルって結構いるんですよ。イケメンと美人のカップルって意外と少ないんですよ。それはなぜかというと、そういうの気にしない人がいるんです。もう自分の容姿とかどうでもよくて、自分のこう殻をもともと持ってなくて、全てをさらけ出して相手に安心されるんです。だし自分に変なプライドがないから別に振られたくてもって思っていったら結構成功したりします。あえてその美人の女性から見てみれば、あ、この人なんかすごく正直で、自分のことも全部話してくれるし、すごくとっつきやすい、いい人に見えるわけです。これ多分みんなに言えることなんです。例えばこれエヴァンゲリオンのアニメを見た方だったら分かると思うんですけど、 AT フィールドとかあれは結構テーマだったりするんですけど、いわゆる AT フィールドみたいなものをみんな持ってるんです。私も持ってたんです。自分では気づかないんです。多分皆さんがご存知のクリエイタードギーズを多分2004年から2006年ぐらい、東京大学在学中に、会社を起こして混沌拍子にうまくいって、上場して、巨万の富を築き上げたなんか小太りの男みたいなイメージ的には多分そのイメージ。その後なんか事件を起こして失敗して転落して黙るような、多分そういうようなイメージだと思うんですけど、それって自分の中ではそういうのっていうのは30何年間生きてきた中の最後の2年間とかそんな感じなんです。だから自分の中ではそれは当たり前じゃないんですよ。私の中ではいつまでもこう童貞マインドが出てきれない中二病、ネット用語では中二病って言うんですけど、まあ、中二病の、ひもての引きこもりのダメな男っていうのが自分の自己分析像なんですよ。そのマインドのまま有名になりました。マスメディアにたくさん露出しました。ってなるとどうなるかというと、例えば今でもそうなんですけど、今でもこの間も言われたんですけど、堀江さんって私の目見て話してないですよね。で、なんかのお仕事でちょっと、まあ、美女がいたんですけど、その美女の目を見て話さなかったんです、まあ、無意識のうちに目を見て話せないんです。それはやっぱりそのモテなかった頃の名残なんですね。でもそれをじゃあマスメディアに出て皆さんがそれを見るとどう思う？何この人、感じ悪い。それは金持ちで感じ悪いというふうに思われちゃう。でも自分ではそれ気づかないんです。そこに結構私は問題があったのかな。今になってみれば、7年、8年経ちましたあれから。そうやって見ると、あ、これってダメなやつだったな。自己分析全然できなかった。客観視してるって自分ではすごく思ってたんだけど、全く客観視できなかった。だからこそそこに関して言うと、努力して自分を今分析をして、これ多分皆さんにも言えることだと思うんですけど、自己分析をちゃんとする。基本的に自分はこう
自分で自分を守っているはずです。何らかのそんなところがたくさんあるはずです。それを一つでも取っ払うとどうなるかというと、まあ、このゼロっていう文で僕は何を書いたか、生まれてから家族のことであったりとか、持てなかった話であったりとか、ダメなエピソードをいっぱい書いてる。でそれを見てもうたくさん、実はもう23万部で出てるんですけど、それをこのお友達が結構見てくれてまして、読んだよって言ってくれる。でもう特にあの女の子の友達とかにはもうとても言いたくないような恥ずかしいエピソードがいっぱい書いてあったんで、うわ恥ずかしいって思ってたんですけど、最初は大変でしたよ。最初僕、堀江さん の編集者とか、堀江さんの音楽の恥ずかしいエピソードとか、情けないエピソードたくさん書いてくださいって言われて、嫌だな。で最初、刑務所の中で書き始めたんです。ノートに、ダメなエピソード。あ、これ本当にダメだなと思って、情けなくなって、あ、こんなの本当、友達に見せたくないなっていうふうに思うぐらいだったんですけど、見て、もうすごいなんか腑に落ちた、安心したっていうふうに言われたんです。あ、よかった、自分をさらけ出してよかったと思いました。で、同時に多くの人たちっていうのは自分をさらけ出せてないとも思いました。だから僕はこのゼロっていう本っていうのって言ってるメッセージっていうのは、小さいプライドを捨ててっていうようなことも結構書いてるんですけど、このゼロっていう本を出すこと自体が私にとってのその実践なんです。実践として自分という自分が持っていた相手を寄せつけないというか、まあ別の言葉で言うとオーラみたいなものを消してしまう。誰でもこう気軽に声を上げられるようになる、そういうことが結構大事なんだと。みんなが声を、まあ、比較的声をかけやすい場所ですけど、声をかけてくれて、それに対してそういう風になればですね、逆に僕が何かを言ったときに、ああ、なんか堀江の言うことは、まあ、あいつは人格かどうか分かんないけど、人間としてどうかわからないけど聞いてみるか、耳を傾けてもいいかっていうふうに、まあ、思ってもらえたかな、少なくとも読んでいただいた方々には思っていただけるんじゃないかなというふうに思います。それをできるだけ多くの人たちに読んだ人が僕は拡散してほしいなと思います。で私の本ってなんか多くの人たちはなんか金持ってのことしか書いてないのとか多分思ってたと思うんですよ。読んだことないけど、だけど実は全然そんなことないし、本屋さんに行くと割とビジネス書のところに僕の本って並んでたりするんですけど、正直言って別にビジネスの本じゃないんですよ。だから人生誰にでも共通する何かちょっとしたこう気づきを、あるいは実践をすることによって変わりますよっていう本なんです。実はこれまで僕40何冊出してるんですけど、ほぼほぼそうなんです。で、じゃあなんで私がそういうことを書けるのかっていうと、まあ、これまでのいろんな経験知識からいろいろ学んだ。で、割とこれみんなはやってないなことを最近よく話すんですけど、歴史を結構学ばないんですよ。歴史って言ってもそのなんか中学校とか高校で習う日本史とか世界史とかよりもちょっとなんかもっとこう個別の掘り下げて考える。例えばよく僕聞かれるテーマで言うとお金っていうのもすごい聞かれるんですけど、多くの人たちっていうのは、すいません、時間をこれ見てます。スマートフォンについてる時間を見てます。ちょうど15分で出ました。多くの人たちは、歴史を調べないんです。だからお金についても、
これね、お金って歴史を紐解くとお金の本質って分かるんです。でもね、多くの人たちはお金の歴史なんか調べないんですよ。学校でも教えないし、体系的にお金っていうテーマで横串を刺して教えたりして、ところどころで出てきます。例えば世界初の先物取引ってどこで。